カールトン・マイケル・ジョージ・コール・オキリーは、イングランド・サリー・クロイドン出身の元サッカー選手。元イングランド代表。現役時代のポジションは、センター・フォワード。2001年に、チェルシー・ FC でキャリアを開始したコールは、2006年に、ウェストハム・ユナイテッド・ FC へ移籍する前に、期限付き移籍で、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ・ FC、チャールトン・アスレティック・ FC、 アストンビラ FC に在籍した。イングランド代表としては U-21 代表で19試合6得点を記録した後2009年2月11日にスペインとの親善試合でイングランド A 代表デビューを果たした。チェルシーナイジェリア人の父とシエラレオネ人の母の下でロンドンのクロイドンに生まれたコールはチェルシー FC の下部組織でキャリアを始め2002年4月に エバートン FC 戦でジミー・フロイド・ハッセルバインクに代わってプロデビューを飾り、それから3週間後にリバーサイド・スタジアムでのウエストハム・ユナイテッド FC 戦で初先発、初得点を記録した。同シーズンは2002年5月のアストン・ビラ FC 戦でもう一度出場している。2002からレサンは一軍入りを果たすとチャールトン・アスレティック FC との開幕戦で、 ジャンフランコゾラに代わって途中出場から初得点を挙げた。8月に足を疲労骨折したことで一時離脱となるも、11月にリーグカップのジリンガム FC 戦で復帰して2得点を挙げる活躍を見せ、試合後にクラウディオ・ラニエリ監督から私はカールトンのような若手を指導したことがない。デビューして間もないにもかかわらず素晴らしい。彼は クラブと長期契約を結んでおり、それがチェルシーにとって大きな未来となるだろうと、これまで指導した中で、最高の若手として絶賛された。しかし、FW 陣には、エールルグ・ジョンセン、ハッセル・バインク、ゾラといった選手たちがいたことで、出場機会が限られていたため、2002年11月に、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC へ1ヶ月貸し出され、 後に期限付き移籍を2ヶ月延長された。ウルバーハンプトン・ワンダラーズでは7試合に出場してのリジシティ FC 戦での1得点のみだったが2003年に1月にチェルシー側から必要とされたため予定より早くにレンタル期間を終了してチームへ復帰することが決定。同シーズンのチェルシーでは期限付き移籍前の4試合を含めて リーグ戦に13試合とカップ戦に出場し、4月5日のサンダーランド AFC 戦で左足での長距離シュートと12日のボルトンワンダラーズ FC 戦でチームを UEFA チャンピオンズリーグ2003から04の舞台へ導いた決勝点を含めて公式戦で6得点を記録した。2003年夏にチェルシーと契約を新たに6年延長させた一方で、 アドリアン・ムトゥ、クジョンセン、ハッセル・バインク、ミカエル・フォルセルと定位置を争うこととなり、最終的に2003年8月に、同2003から04シーズン終了まで、チャールトン・アスレティック FC へ貸し出されることが決定した。チャールトンでは公式戦で22-6得点を記録して、シーズンを7位で終了させることに貢献した。その活躍から、チャールトン側からは、 続く2004から05シーズンもチームの戦力として残留を望まれていたものの2004年7月にアストンビラ FC で2004から05シーズンを過ごすことが決定となった。チャールトンとしてはスコット・パーカーをチェルシーへ移籍させた取引の一環としてコールが再度チームに貸し出されることを期待していたものだったためこの動きは 論争を巻き起こりはしたが、後に両クラブは和解したことで論争は終了した。アストンビラでのコールは2004年8月のサウサンプトン FC 戦での初得点を含めて公式戦で30試合3得点を記録。ダリウス・バッセルが10月に負傷したのを契機に出場機会を増やして経験を積んでいたものの2005年2月に U-21 イングランド代表に招集中に U-21 オランダ戦で膝を負傷したことでシーズン途中での離脱となった2005年夏にジョゼモーリーニョ政権派のチェルシーに復帰しシーズン前の親善試合に出場したしかしディディエドログバとエルナン・クレスポの存在から一軍での出場機会は限られており2005から06シーズンは 公式戦12試合と FA カップのハダースフィールド、タウン FC 戦での1得点のみにとどまった。2006年7月にウエストハムユナイテッド FC へ完全移籍したことにより、チェルシーでのコールは公式戦31試合8得点となっている。ウエストハムアップトンパークでサインするコール2006年7月に移籍金非公開で、ウエストハムユナイテッド FC と4年契約を 締結すると、8月のチャールトンアスレティック FC 戦で、ロスタイムに途中出場してからわずか数秒で得点を上げる衝撃的な初出場を飾った。しかし、同シーズンのチームは、最終日まで、プレミアリーグへの残留争いを繰り広げる厳しい状態にあり、その中にあって、コールは公式戦23試合3得点こそ、記録したが、うち15試合が、 途中出場と一軍でなかなか地位を確立できずに終わった。2007から08シーズンは AS のディーン・アシュトンが負傷による不在という困難な時期にチームの期待に応え公式戦6得点9アシストを上げる重要な役割を果たしてシーズンを終了した。この2008から09シーズンは最初の8試合で4得点を上げる良い形でスタートを切る一方 10月26日にアップトン、パークでのアーセナル FC 戦で、アレクサンドル・ソングに対してのファールにより、ウエストハム遺跡後初の退場処分となった場面も見られたが、最終的に公式戦12得点4話アシストを記録し、ついに一皮向けることとなった。その結果、シーズン中の2008年11月に、クラブと新たに5年契約を締結し、 さらに2009年にはイングランド代表のファビオ・カペロ監督のもとでスペインとの親善試合で A 代表初出場を飾った。2009から10シーズンも昨季に引き続き良い活躍を見せていくことになり、シーズン中の1月に移籍金2000万ポンドでマンチェスター・ユナイテッド FC が興味を示しているとの噂が出るほどだった。 最初の10試合で6得点後に膝を負傷したことで11月28日から2月26日の間に出場ができない時期があったもののリーグ戦、出場30試合中26試合に先発し11月28日のバーアンリー FC 戦で 1PK を含めて10得点を記録したリーグカップでは2回戦のミルウォール FC 戦を含めて2試合出場また同シーズンは 警告を4度受けた。昨期での活躍から2010年8月2500万ポンド、インセンティブ500万ポンドの計2000万ポンドの移籍金でリバプール FC が興味を示していると報告された。2010から11シーズンは12月26日にアウェイクレイブンコテージでのフラム FC 戦で自身初の1試合に得点を挙げると11月30日にフットボールリーグカップ。 準々決勝マンチェスターユナイテッド戦で、再度に得点を挙げた。その後、2011年2月12日にザ・ホーソンズでの、ウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC 戦で得点を挙げ、2月27日に、アップトン・パークでのリバプール FC 戦では途中、出場からわずか2分足らずで決勝点を挙げている。2011年3月のイングランド代表と、ガーナ代表との親善試合に対し、 コールはツイッターに移民たちがウェンブリーを包囲している。それは罠だ。そこから安全に脱出する唯一の方法はイングランド代表のジャージを着て顔にセントジョージの旗をペイントすることだ。と呟いたことでイングランドサッカー協会から2万ポンドの罰金を課せられた。その後、ツイッター上で自身の不適切な発言を認めて謝罪した。 トルコ一部のガラタサライトプレミアリーグのストークシティ FC からのオファーがあったもののクラブをトップリーグへ昇格させる戦いのために残留することを決意したコールは2部での2011から12シーズン開幕戦のカーディフシティ FC 戦と次のドンカスター・ローバーツ FC 戦で共に先発落ちをしフレデリック・ピキオンルに代わって75分と62分に 途中出場するも得点を上げられず、あまり良いスタートを切れなかった。しかし、次の4試合で立て続けに先発出場すると、毎試合得点を上げて4得点を上げて4得点を記録し、9月10日のポーツマス FC 戦では、76分に、マシュー・テーラーのクロスが上隅へ逸れる前に追いついて、得点を上げ、打ち合いを制することに一役買った。 2011年11月19日にアウェーでのコベントリーシティ FC 戦でクラブのリーグアウェー戦通算2000得点目を挙げる12月26日のバーミンガムシティ FC 戦で移籍後通算50得点目を記録した2012年5月19日にブラックプール FC との昇格プレーオフ決勝戦という重要な試合で 今季15得点目となる先制点を挙げ、一期でのプレミアリーグ復帰に貢献した。ウェンブリーでの同試合後にコールがクラブへの忠誠心から降格した同シーズンの開幕前にクラブに止まることができるようにするため、自身の給料を50%カットしていたことが判明した。プレミアリーグに復帰した2012から13シーズンは、なかなか得点を挙げられない状況が続く中、 2012年12月1日のチェルシー戦で、ブラニスラブ・イバノビッチにすり勝ち頭から初得点にして、先制点を挙げ、さらにモハメド・ディアメの追加点をアシストして、フルス相手に際立った活躍を見せた。シーズン2得点目となった12月22日のエバートン戦で、再び先制点こそ挙げるも、レートン・ベインズへのファールで一発退場となった。なお、同試合のレッドカードは、 チームの上訴により取り消されている。その後のシーズン残りは途中出場やアンディ・キャロルの存在から出番がない時があった。そのキャロルの完全移籍が決定した影響もあり、2013年5月22日に同シーズン終了に伴って指摘過ごしたチームを退団することが決定した。2013から14シーズン開幕前の移籍市場でウエストハムが 相次いで前線の補強に失敗したことで2013年9月3日にコールがチームに復帰間近と報じられた。この時はフィットネスの懸念から契約は立ち消えとなったがフィットネスを取り戻すためにクラブで訓練をし2013年10月14日に2014年1月までの短期契約を締結することに成功した。チームと再契約後は主に途中出場で起用され、 出場4試合目となった2013年11月30日のフラム戦で81分にモディボマイガに変わって出場してからわずか1分後に初得点を挙げたセルティック FC 年末の移籍市場でスコットランドプレミアリーグのセルティック FC への完全移籍が発表された契約は2017年の夏までの2年半デビュー戦のインバネス戦は 自身がゴールに絡む試合となったものの、その後は急速に力を失い無得点と4試合出場のみに終わった。シーズン終了後、クラブを退団することが発表された。プルシブバンドン2017年5月30日、インドネシアスーパーリーグのプルシブバンドンに10ヶ月の契約で加入したが、8月4日に退団した。2018年3月29日、 現役引退を発表した。イングランドの世代別代表として U-19 で5試合、U-20 で2試合、U-21 で19試合6得点を記録した。父親がナイジェリア人であることからナイジェリア代表のクリスティアン、チュク監督から公に関心を寄せられたものの応じることはなかった。その後、クラブでの活躍と負傷したエビール・ヘスキーの 大役として2009年2月9日にイングランド A 代表に招集され2月11日のスペインとの親善試合で初出場を飾る。試合はデビッド・ベッカムのパスに追いつき GK をかわしてシュートを放つもディフェンダーにギリギリでクリアされてしまい得点まであと一歩だった。同試合から2010年3月30日の エジプト戦まで7試合に出場するも無得点に終わっている。ありがとうございます。